1>, 1月8日よりフジテレビ系で放送がスタートする月9ドラマ、君が心をくれたから、の制作発表イベントが1月7日に都内で行われ、主演の長野芽衣と山田裕希が登壇。二人は丁寧に作品の魅力を語り、終始笑顔の絶えないイベントとなった。写真、君が心をくれたから、公園で約束をする長野芽衣と山田裕希本作は、長野演じる主人公、 大原宇が山田演じる浅野太陽のために自分の心を差し出すことから始まる過酷な奇跡が引き起こすファンタジーラブストーリーだ幻想的な雰囲気に満ちた長崎の街を舞台に令和版月9ラブストーリーが幕を開けるドラマのポスターを前に登場した長野と山田長野は複雑な役柄についてどんなところに力を注いだかと聞かれると 複雑な中にもまっすぐな純愛の部分があるので、山田さん演じる太陽くんを目の前にした時の感情の動きや表情の変化は気をつけながら演じました。注目してみていただけたら嬉しいです、と語る。一方の山田は、太陽を演じてみた感想について、太陽にもいろんな顔があるじゃないですか。雲がかかっていたり、真冬の太陽がポカポカ暖かい日には感謝を感じたり、 でもいつもまっすぐみんなを照らせるわけではない。それは太陽でなく人間であるからということは、第一に考えていました、と太陽の役柄について深掘りしていく。さらに、一番に大事にしていることは雨ちゃんのこと、と雨への思いも明かす。僕はちゃんと、雨ちゃんを愛している人でいられたらなとと言った山田に対して、長野は、キュンとしたようなポーズで胸を押さえた。また、 司会者からお二人の距離感がとても楽しそうでいいなと思いますと伝えられると山田が共通点が多いんですよねと返す。だがここでは長野がそんなことないですよとまさかの否定。そこで長野が好きな食べ物とか体洗う順番とかと冗談交じりに言うとそうそうそうとうなずく山田。保育士さんに興味があったこととか 心理学に興味があったことが一緒で、と続けたが、でもそれくらいですね、笑、と笑って締めくくった。そんな風に思っていることを言い合える二人の関係性からも、いい雰囲気で撮影が進んでいることが感じられた。作品は、一ヶ月の間長崎でロケをしたという。長崎での思い出を聞かれると、長野は、 たくさんの長崎の方がエキストラとして参加してくださって、街全体で応援してくださいました。撮影が続いていく中ですごく寒かったのですが、そこで、アルゴ家族が近寄ってきてくれて、メイちゃん、カイロです、って言ってカイロをプレゼントしてくださいました。撮影頑張ってね、とカステラをくださる方も、皆さんがこの作品を街の子供のように思っているんじゃないかというくらい、温かく見守ってくださっていて。 その空気感がドラマにも出ていると思います、と、長崎での温かい撮影エピソードを披露した。最後にこのドラマにちなみ、スイッチを押すと長野と山田の後ろにあるポスターに雨が降る演出が行われる。長野はここでポスター撮影の裏話を披露。実際に涙を流してポスター撮影をしたという長野は、太陽くんとは別々の撮影でしたが、雨ちゃんの気持ちになって太陽くんを思いながら、 実際に感情を入れて涙を流す撮影をしました。ポスター撮影で実際に感情を動かしながらやるというやり方が初めてだったので、新鮮でした、と語る。長野の美しい涙が印象的なポスターにもぜひ注目してもらいたい。いよいよポスター前に雨が降ると、思った以上の水の量に二人は笑顔を見せる。山田は、ちょっと強めですね、笑 ドラマではものすごく素敵な雨となっておりますので、いろんな雨があるので、そこも注目してみてもらえたら嬉しいです、と見どころを語った。イベントは終始笑顔が溢れ、君が心をくれたから、チームが愛情を持って作品作りをしていることが伝わってきた。